はいどうも。はい、時間になりますので、そろそろ始めます絶好の花見の天気の金曜日の午後に、憲法とか集団的自衛権の勉強に参集されていらっしゃる皆さんに敬意を表したいと思います今日は当クラブが続けております一連の集団的自衛権についての研究会の一コマとして東京大学の長谷部先生に来ていただきました東大で教鞭を取られておりますけれども、まあ、憲法学の第一人者ということでありますが4月から早稲田大学に移られるそうで、まあ、引っ越しのお忙しい時に来ていただいた次第でございます1時間ほどお話をいただいて残りの30分を Q&A に当てたいと思います私は当クラブ企画員朝日新聞の星でございますそれでは先生よろしくお願いします、はいご紹介に預かりました長谷部、と申します A4 2枚のレジュメを用意していただいておりますのでこちらに沿って、話をいたしますあともう一つ英文のものがございます。これ本当に恐縮なんですよ。私が書いたものでした。でどういうものかっていうのは後でお話の中でご説明をいたします。本日憲法解釈の変更それから集団的自衛権について話をするようにというふうに仰せ使っております。で最初に大変大きなテーマで立憲主義ということを掲げております。これ立憲主義が今後も健全な形で維持できるのかどうかということとこの問題は密接に関わっているというふうに私は考えております。でただ一口に立憲主義と申しましても広い意味と狭い意味がございます。広い意味はそこにあります通り、とにかく憲法に基づいて政治権力を制約をする。標準的にはこれは公正の憲法典によって、政治権力を制約をしていると、ということになりますが、これが広い意味。それからもう一つの狭い意味ですが、そこにあります通り、とにかくこの世の中少なくともこの社会には、非常にさまざまな世界観や価値観があると、いろんな生き方いろんな考え方があると、そのことを、正面から認めた上で、その生き方とか考え方の違いによりましてアンフェアな仕打ちアンフェアな取り扱いを受けないように、全ての人が共存をできるそういう社会を作っていくとそれが狭い意味での立憲主義と、ということになります標語的に申しますと、リベラルデモクラシーのものの考え方に相当していると、ということになろうかと思いますが、ただとりあえずこの、集団的自衛権に関わる憲法解釈の変更が関わっているのはこのうちの講義の方広い意味 の立憲主義というふうに申し上げてよろしいかと思います、つまり憲法、少なくとも先立って存在するはずの憲法で政治権力を制約すると、このことがこの原則が本当に維持できるのかどうかと、というそういうことなんだろうと思いますで、日本におきまして少なくともこれまでこの広い意味での立憲主義を遂行する、そして維持するにあたって大きな役割を果たしてきたのは内閣法制局であると、ということは皆さんもご存知のことだと思います。内閣法制局がどういう役割を果たしているのか、非常に大雑把に申しますと、そこにあります通り、その時々の政権の判断、とは独立に中長期的な憲法原則を維持をしていくと、ということになるだろうと
思います。その時々の政権の判断というのは、政権というのは、少なくとも議会制民主主義におきましては政党に立脚して政権というのは構成されますから、そういう党派制といいますか、どの政党が政権につくかによりまして、党派による考え方の揺れが当然もたらされますけれども、そういうものとは独立に、やはりどんな政権であっても守るべき憲法原則はあるのではないかと、その原則を、ね、守るということですね。この範囲の中で、お考えくださいというその原則のことですが、そうだといたしますと、そういう内閣法制局が示す、判断、憲法解釈というのは、やはりそれなりの客観性、客観性は何によって担保されるかというと、積み重ねてきたさまざまな憲法解釈の、論理性と申しますか、一体性によって支えられていると、ということだろうと思いますが、そういった論理性、体系性のある憲法解釈を示すことによって、その時々の政権の判断はそれとは外れていないと、ということになれば、それは逆に政府の、その個々の判断に対してお墨付きを与えると、正当性を付与するということにもなります。で、このことを少し別の角度から申しますと、内閣法制局の果たしているのはある種の転轍衆である、エギュールっていうのはこれフランス語でありまして、このエギュール転轍衆としての役割を現在フランスで果たしていると言われているのは憲法院でありますけれども、それと同じような役割を果たしているんじゃないか、要するに何のことを言っているかと申しますと、その政府がこれからやろうとすることで、これは憲法を改正しないとできないことですと、ただこれは別のこちらの方は、これは憲法を改正しなくてもできますと、ですから憲法改正を必要とするような政策の遂行に当たるか当たらないかという、それを示すという意味でありまして、こういう広い意味での意見審査機関の転轍してのとしての役割というのは皆さんご存知だと思いますが、ハンス・ケルゼンという大変有名な、憲法学者であり国際法学者でもあった人が、初めて打ち出した考え方だというふうに言われております。少なくともフランスでは憲法院が果たしているのはまさにこの転轍師としての役割である。ですからフランスは憲法院がこれはこの法律は憲法違反ですと言った後で、分かりました、じゃあ憲法を改正しますと言って憲法の方を変えてしまうということが、一度や二度に限らずございます。それは憲法院が果たしているのだから、そういう意味の転轍師だからだと、ということともリンクをしている話でありまして、でこのことと関連をするかなと思いますのは、日本で1983年になりますが、83年の2月の22日 の角田礼次郎、当時の角田礼次郎内閣法制局長官が、その集団的自衛権というのは行使できないと、ということになっているようだが、これは行使できるというふうに判断が変わるということはあるのかと、いう質問があったときに、その角田長官は、いや、これは憲法を改正しないと無理ですという答えをしています。まさにここでいう転轍衆としての判断を示しているということなんだろうと思います。でそういう転轍衆としての判断が示されるということは、ね、結局憲法改正も必要とするような判断の変更というのは、結局その時々の政府の政策判断では変えられないんだと、それとはレベルの違う話であると、ということをある種論理的な前提にしております。でこれも先例になりますが、1996年ですよ、
96年の2月の27日に、当時の、大森正輔内閣法制局長官が、この集団的自衛権に関する、政府の憲法解釈に変えられるものなのか、どうかと、という質問に対して、それは変えられるものではありませんと。というそういうことを、答弁しておられます。ですから、これ、あとでもこの話に戻ってまいりますけれど、仮にこの集団的自衛権に関する、憲法解釈、政府の憲法解釈を変更するといたしますと、これは単に集団的自衛権に関する、見解を変えるというだけではなくて、これ解釈は変えられないという見解も変えることになりますし、解釈を変えるためには憲法の改正が必要なんですというその見解も変えることになります。二重三重に、政府の見解を変えると、ということになりまして、単に一つの、見解を変えるということにとどまっていないことだろうと思います。そのこととの関連で申しますと、時に内閣法制局の長官といっても、これは単に 行政組織の一員である。行政組織の一員である以上は、行政権の長であるところの内閣、あるいはその首長である内閣総理大臣の指示に従うのはある意味で当然のことではないかと、というそういう話がなされることもあるように思えるのですけれども、私はこれちょっと筋が違っている話であろうかと思います。つまりなぜ内閣法制局長官、私はとても重要な役職だと思っているんですが、重要な役職なのになぜ閣僚ではないのか、あるいは少なくとも、閣僚ではないにしろ、大臣、副大臣でも良いんですけれども、そういうものではないのかと、というと、それはやはりその2の冒頭に書いておきましたけれども、やはり政党政治からちゃんと距離を置くと、客観性を持つ。政権は次々と交代していきますけれども、そしてどの、政治勢力が政権を支えていくかというのも、時間によって変化をしてまいりますけれども、そういう変化とは独立の客観的で体系的な憲法原則、これを守ると、ということが、内閣法制局の役割の一つだからでありまして、だから政党政治の一員であるはずの閣僚でありますとか、副大臣以下の方々ではなくて、そうではない行政組織の一つがそういう役割を果たしていると、ということを、そういう説明になってくるんだろうと思います。この点は参考になるかどうか分かりませんけど、逆の例を示したイギリスのアトーニージェネラルですね、法務総裁ってのは、あれは閣外相なんですね。閣外相ですから、それはやはりその時々の政権党の、一員がアトーニージェネラル、法務総裁になると、ということになっておりますが、これはイギリスの伝統ですね。これは少なくとも現在のイギリスではやはりよろしくないのではないかと、という意見が非常に強まっております。それもなぜなのかというと、繰り返しになりますけれども、やはり政党政治と距離を置いたや、そういう人間がこの種の役割は担うべきであると、というそういう認識があるからだということでございます。レジュメで3番目で、とはいえ内閣法制局は解釈を変えたことがあるのではないのかと、というふうに言われることがございます。で私は非常に顕著な例だとも思われるもの2つほど、そこで挙げているんですが、1つは靖国神社の公式参拝、私的ではなくて公式という公式参拝ですけれども、これについて内閣の憲法に関する解釈が変わったと言われることがあります。全く変わってないとは言えないんですけれども、どういう変化であったかというと、
それまでは変わると言われた時点以前はですね、合憲か違憲かよくわからないと言ったら、違憲である疑いがあると、言われていたわけですね。でそれを、中曽根内閣の時だったはずですけれども、いわゆる靖国婚と、というものでの議論を経まして、そこにあります通り、正式の参拝方式ではないと、特別の方式を取れば合憲と言えるのではないかと、というそういう結論に変わったといえば変わったということになります。でそれこれは黒か白かよくわからないという状態だったのこの限度だったら白と言えるのではないかと、というそういう答えを出した例でございまして、裏返して申しますと黒だというものを白だと変えたわけではない と、というふうに言うことができるだろうと思います。それから自衛官と文民条項の関係、要するに自衛官は文民に当たるか当たらないかという問題についても、政府の見解が変わったと、言われることがあります。確かにある意味では変わっておりますが、これはもともとその文民条項というのは一体どういうことを目指している、条項であるのかと、ということを考慮する必要があるわけでございまして、そこにあります通り、やっぱり武力組織というのはやはりそれ固有の利害に基づいて行動をするという危険性はあります。特にいわゆる徴兵制で一般市民がそのまま軍になっているというのではなくて、そうではない形で、専門の常備の武力組織があると、という場合にはそれはやっぱり一般市民とか一般の民主政治民主社会における多数派とは別の固有の利害というのを用いる。でそれに基づいて行動するという可能性はないわけではないわけですから、そういった武力組織が政治に過度な影響を与えるというリスクを避けるというのが文民条項が持っている意味だろうと思います。そうなりますと問題はそういう武力組織が現にあるのかないのかと、に基づいて、この個別の問題に対する答えが変わってくるわけでございまして、ですから自衛隊というものがそういう危険性のある組織にまで成長したと、ということになるといたしますとも、自衛隊は文民とは言えなくなるという形で答えは変わってくるということだろうと思います。ですがこれは原則そのものは変わってない、という話であろうかと思いますの で、 いずれにいたしましても今回そういう変更がなされる可能性があると言われております。集団的自衛権の場合には今まで黒であると、言われていたものが白になってしまう。しかもそれ原則自体が変わってしまうと、というのは私の見るところでは先例というのはないのではないのかなと、考えております。それから4番目、集団的自衛権という概念についてです。これは私自身は憲法学者でございますので、集団的自衛権についてお前が何を言えるのかと、ということにもなりますけれども、一般 の、 法律家が分かっている程度の、理解であるということでご承知をいただきたいんですが、集団的自衛権というのはご存知の通り、これはコレクティブセルフディフェンスという英語の訳であります。コレクティブというのは例えばコレクティブバーゲニングで団体交渉とかですね、あるいはコレクティブレスポンシビリティというのは連帯責任と訳します。コレクティブですけれども、最もこれ集団的自衛権コレクティブセルフディフェンスという言い方はおかしいですよねっていうことは前々から言われていることでもございます。というのは、これ自国ではなくて他国を防衛する、ものですので、なんでセルフディフェンスなのかというのちょっと不思議な言い方であると、という言い方はよく
という疑問はよく提起される話、まあ、これはものの言い方で、の話ではあるんですけど、まあ、これまたご存知の通り、これは国連憲章ですね、国際連合憲章、サンフランシスコの会議で、制定をするときにもともとの草案にはなかった概念ですけれども、まあその時のラテンアメリカ諸国の地域的な相互安全保障の取り決めがちゃんと働くようにと、それですから、その相互安全保障の動きというのを裏付けるため、正当化するために編み出された概念、それで国連憲章の51条に入っているというものでございますが、最近これまた私がそういう話を耳にするんですが、砂川事件の大法廷判決から、この日本に集団的自衛権が現にあるという結論が出てくるのではないかと、というそういう示唆があるようなんですが、私の見るところ、これはちょっと無理なのではないかと、考えておりまして、そこにこれも随分セレクティブなんですけど、砂川事件の法廷意見をその通り引いてきてるんですが、言って我が憲法と日本国憲法ですね、決して無防衛無抵抗を定めては言えない、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置は取れると、というふうに、言っております。でただ、憲法9条があると、で9条2項によって、そこで言っている程度の戦力といえるものは持てないことになっていると、でただこれによって防衛力が不足するんですが、それは憲法全文にいわゆる平和を愛好する諸国民、これ、中和は私が勝手につけた中ですが、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もって我らの安全と生存を保持しようと考えておると、要するに平和を愛好する特定の国民というのはアメリカ合衆国のことを指しているということがわかるわけなんですが、であるから安保条約に基づいて日本に駐留している外国の軍隊は、それは9条2項による戦力には該当しない、これはこの結論になるのは、それまでの論理からすると必然ですね。日本自体を守るため の、実力の行使はできるんだけれども、9条2項でそれが限定する、持ち得る防衛力が限定されているので、その不足を補うために、平和を愛好するアメリカ合衆国に頼っているんですと、というそういうことが前提にあるわけですから、したがって日本アメリカ軍は、例えば我が国に駐留しても9条2項に優先力には該当し、当たり前の話です。そこまでのことを全部飲み込めば当然出てくる結論だと、ということになります。で、こう砂川事件の判決の論理はこういうものでございますので、これは非常に素直に見れば、これは個別的自衛権の話をしていると、というのは とてもとてもよくわかる話なのではないかと私は考えておりますし、仮にここから集団的自衛権も持ちうるのであるということが仮に出てくるんだといたしますと、当然今までの内閣法制局の見解に反映されているはずだろうと、思います。しかしそういう形での反映は今までのところは少なくてもないと、ということでございます。それで次の問題ですが、集団的自衛権というこの概念、いろいろ乱用されてきたという歴史があるって、これまた皆さんご存知のことかなと思います。ハンガリー動乱とかチェコスロバキア動乱、これは旧ソ連による武力の行使にあたって集団的自衛権の行使であると、
ということが根拠の一つにされておりますし、これだけだと旧ソ連だけになってしまいます。アメリカが中国もベトナム戦争の折であるとか、あるいはもっと近年になりますニカラグア事件というとても有名な事件があります。そこでも集団的自衛権だとの発動であるということで軍事行動を正当化しようとしております。特にニカラグア事件についてはそういうアメリカの主張は成立しないというふうに国際司法裁判所に断定をされてしまっておりますけど、そういう形でいろいろ使われている話ですね。ですから、そういう乱用があるのでかなと思うんですが、仮に集団的自衛権の行使を許容するとしない条件をつけるべきなのではないかと、というそういうご示唆も、耳にすることがございます。で、その条件の中にはですね、例えばその旧迫性の侵害を受けた、いわゆる被害国ですね、ビクティムステートと言われるものです。被害国の援助要請があるということが条件だとかですね、あるいはその、対応する措置の内容が必要性であるとか、その均衡性、それを保っているということが必要だというふうな、こういう条件はこれ国際法上当然に要求されるものです。集団的自衛権というのは それを超えて行使されると正当な集団的自衛権の行使になりませんので、それは言ってみれば当たり前の話ですね。だからそういう条件がつくのは言うまでもない話なんですが、それ以外のいろいろな条件をつけようとすると、果たしてどうなのかなっていう気がいたします。これ要するにそこにも書いておきましたが、なぜ条件をつけると黒が白になるのかっていうのはとてもよくわからないからであります。これは一つ言えることだろうかなと思うんですが、もう一つ関連して申し上げることができるのは、仮にその国際法上要求される当然の条件以外の条件が、この集団的自衛権の行使についてつけるべきである、その範囲内で許容するべきだと、ということに仮になるといたしましても、そういう条件はおそらく憲法の求める条件であるとは言えないのではないかと私は考えております。と申しますのも、今までこの集団的自衛権、行使できないのはおかしいと、認めるべきであるとおっしゃってきた方々は、国際法が当然認めているものを日本の憲法で縛るのはおかしいのではないかと、というそういう議論を展開してこられたのではないかというふうに私は承知をしております。ですから国際法上当然つけられる条件は守る、それは当然の、その考え方でも出てくるだろうと思うんですが、国際法上当然の条件以外のそれより強い条件を、この集団的自衛権の行使につけるといたします、それは憲法の要求ではないということになるはずですね。憲法の要求だといいます、これまた国際法上は当然行使できるはずのものを日本の憲法が、条件をつけてしまう、制約をしているということになってしまいますので、少なくともその論理性体系性ということを気にされる方であれば、多分そういう議論にはおそらくならないだろうと、でそうですると、これは単なる政策判断に基づく条件だと、ということになるのではないか。政策判断に基づく条件だということになってまいりますと、憲法解釈よりももっと簡単に変えられると、ということになるのではないかと、そういう意味では非常に不安定な条件だと、ということでなりそうで、ございます。それから先ほど申し上げましたその集団的自衛権というのはそもそも導入するときの話とも関連いたしますけど、大体標準的なケースではこの集団的自衛権の行使というのは前提になっている地域的な総合的安全保障の取り決めがあるはずですね。
これが集団的自衛権行使の国際法上の絶対な必要な条件だというわけではございませんけれども、少なくとも標準的な場合は、という地域的な取り決めがあって、その取り決めを発動するために、一国に対する、旧白不正の侵害に対して、みんなで一緒に戦おうと、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンだという、そういう話が標準的な議論のはずで。ございます。日本の場合はそういった地域的な枠組みがありません、お隣の国ともそういう枠組みはないで、そのために一体どこまで広がっていくのかというのがよくわからない、これもやはり、その仮に条件がつくとしてもどういう場合が想定されているのかがよくわからない、その辺が FN になってくるという場合の一つの要因であろうかなと思います。で、以上このレジュメの4で申し上げてきたことを まとめますと、要するに集団的自衛権は現在の憲法9条の下で否定をされているというのは、実は砂川事件からも出てくる話ではないかと私は思っておりますし、砂川事件を別にいたしましても、従来の政府の憲法解釈からすると、当然そうなってくると。でつまり集団的自衛権を肯定するということになります。この原則自体を変えると、自国に対する直接の攻撃はないだけれども、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃に対して、実力を行使をいたしますと、というのはまさにこの原則自体を変えているということになるのではないかと思われまして、そういう意味では先ほどレジュメの3で申し上げました2つの例とは、かなり性質を異にしているというふうに思います。それでレジュメの5番目になりますが、この解釈変更を仮にしたという場合、それによって一体何が成就できるのかと、ということを考えてみますと、これもこれはお前がこれまたお前がそう思うだけだろうということかもしれませんけど、 なかなかの不安定なものにとどまるのではないかと、思います。つまりその時々の政府の判断でこれほど重要な問題についてでも憲法解釈は変えられるんだと、ということになったといたしますと、そうすると後の政府の判断で元に戻るかもしれないということになりますですね。そういう意味であやふやな変更になってしまうのではないかということでございますし、後の政府は、いやそういうものではないんだというふうに考えるかもしれない、実はその時々の政府の判断で憲法解釈が変更できるというのは実はおかしいんだと、というふうに後の政府は考えるかもしれません。だとすると当たり前のことですけど、今回の解釈の変更誤りだからやっぱり元に戻すべきだということになるような気がします。どちらにしても非常にこの仮にこの変更が行われたといたしますと、変更の将来はとてもあやふやになるのではないかと、こういうの英語で無理やり英語で言うとこういうのセルフディフィーティングっていうんですが、自己破壊的な変更ではないかという気がいたしますし、こういうことをこういう変更をいたしますと、どうも政府の憲法解釈全体の将来を危うくしかねないのではない、これは先ほどご紹介をいたしました大森長官の、答弁の中でも言われていた話でございますけど、とにかく そんなに簡単に変えられる話ではございませんと、ということだったわけですね。でそれでレジュメでさらに先に行きますが、6番目、これはお前憲法学者のくせにこの国際問題について何が分かると、ということだろうと思うんですけど、台湾問題に巻き込まれるリスクというのが出てくるんじゃないのかということを、私は仮にこの解釈の変更するとですね、つまりその集団的自衛権を行使しなくてはいけない場合というのは、まずはその安保理が大国の拒否権発動で麻痺している状況というのがまず考えられるだろうと
思います。安保理がきちんと動いてるんでしたら、安保理が決めた措置を発動すればいい、それに協力をすれば、できる各国ができる限りで協力をすればいいと、ということでありますし、まあよく言われておりますが、アメリカ軍を助けなくてはいけないということのもうよく言われる話でございます。しかもアメリカ軍が、しかも日本自体が直接攻撃されているわけではないんだけれども、つまり日本自体の安全とは、別途行動する、そういう状況のことが、とりあえずは念頭に置かれているんだろうと思います。で、そうなりますと、考えられる蓋然性が高いのは私台湾ではないかと思っています。朝鮮半島の方がそうだというお話もよく伺います。もちろん朝鮮半島もそういうことが起こるかもしれないんですが、ただ朝鮮半島ってのはご存知の通り主な当事者といいますか、プレイヤーが現状の変更を望んでおりません。北朝鮮はもちろん現在の体制の維持を一番の目標にしているわけですし、そのお隣 の大韓民国も統一のコストをのことを考えると、そう簡単に現状は変わってほしくないと考えだろうという思われます。それ以外の周辺の国も特に変わってほしいというふうに考えている国は私の見るところ見当たりませんので、それに比べますと台湾はちょっと違っております。そこに書いてありますと、中国にとってみますと台湾というのは神聖な領土の一部だ、これは現在の中国の憲法の全文にそう書いてありますですね。それが台湾を回復をする と、というのは、屈辱の歴史に終止を、列強の支配によって屈辱に満ちた中国の歴史に終止符を打つことになるのである、ということでございまして、それ中国の側としては 現状を変更する かなり強い意図を持っているはずであります。で、他方ではただアメリカ合衆国はこれまたご存知の通り、それを簡単に認めようとはしないはずで、あります。もちろんこれは簡単に認めるつもりはないと言っても、アメリカからは随分遠い、東アジアの話でございますから、アメリカと中国だけの力のバランスと全体の力のバランスというよりは特に台湾における力のバランスが問題になるわけですので、本当に持ちこたえられるのかどうかということは分かりません。少なくともアメリカの目次を引き出すだけの武力による威嚇、武力の備えはありますよという威嚇ですね。武力による威嚇というとちょっと直接的すぎますけれども、備えはあるんだぞということは中国の側は言うでしょうし、それは香港がイギリスを中国に返したときには、その戦略で、香港は帰ってきているわけでございます。でもちろんアメリカも中国とことを構えようとは思ってないはずですし、それは中国の方もそうでありましょう。中国の側としてもできることなら実際の戦闘になるようなことはなしで、平和的に回復できればいいとお考えのはず、考えておられるはずなんですけれども、そして現在の状況ですと台湾の国民党の政権と中国とはそれほど仲が悪いわけではないと。ただ台湾の政権もこれ変わるかもしれないですね。民進党の政権になると。で、その時にうっかり独立しますというような宣言を決してしないという保証もこれまたないわけでありまして、何かの拍子で、実力行使に出なくてはいけないというような状況が発生しないとは限らないのではないかと思います。ただこれはこれもただ国際法に詳しい方でしたら
台湾を焦点にしてといっても、台湾はあれは国連加盟国なのかというので、つまり国連憲章51条は国連加盟国に対する攻撃があった場合という条件にしておりますし、そもそもその台湾というのは中国に対して個別的自衛権を持っているのかという問題も出てくるかもしれません。こういう非常に難しい問題がいろいろ出てくるんですけれど、まあ、ただこれはアメリカレベルの大国がいざ軍事行動を起こすというときに、あまりこういう国際法上の微妙な問題には気にしないのではないかと。というのは、まあ、ロシアもそうだろうと思いますけれども、皆さんもよくご承知のところでございまして、まあ、その時に集団的自衛権も行使するそうだね、日本は、というふうに言われた時に断れるんだろうかどうだろうかと、というのが、まあ、心配と言えないわけではないということでございます。まあ、ただこれは私の同僚、現在までのところ同僚の藤原喜一さんが今朝の新聞で言ってますけど、現在も巻き込まれるのを怖がっているのもアメリカの方ではないかということを彼は言ってましたけれども、それとの関連で最後にちょっとお話をしようと思ってますのは、今回のこの解釈の変更の動きと関連をして、私がちょっと気になっておりますのは、現在 の政権には日本の安全保障でに関する中長期的な展望というのは本当にあるのかどうかというのは、とても不安といいますか、要するによくわからないということなんです。つまり見通しうる将来までのところですが、日本にとってで選び得る将来というのは、そこにあります通り、アメリカの覇権とその安全保障の下での平和と安定というのはどこまで続くかと、つまり勃興する中国との愛があるということを前提にしてということをなんですが、それがやはり第一におそらく考えざるを得ないことなのではないかと思います。で、他方で現在のところ中国の共産党が正当性、支配の正当性根拠にしているのは、これはナショナリズムでありまして、これは、まあ、天安門事件の時に人権と民主主義という普遍的な価値に基づいて散々批判をされていると、ということもございますし、またもう一つの普遍的な価値であったはずの共産主義というのも実質的にはもう、放棄をしております。で、まあ、そうなると支配の正当性原理としてアベイラブル、使えるのはとりあえずはナショナリズムだと、要するに特殊主義ですね。中国という我々が決めたことなんだから、我々としてはそれが正しいのであると、今そういう正当性根拠なんですが、これはこのナショナリズム自体は多分経済成長が仮にどんどん鈍化をしていったとしても、そのまま完成で膨張し続けるのではないかと。こういうナショナリズムというのはむしろ国の勢いが衰え始めたときにかえって場合によっては暴発をするということも、ありえないわけではございません。で、まあ、こういうナショナリズムで支配を正当化するという動きは、問題は国の内外波及していくということでございまして、周りの国にも波及しますし、中国国内のいろいろな民族の動きにも波及をしていくと、ということですね。まあ、諸刃の刃だということになるとは思います。で、まあ、そういう状況の中で、冒頭に申し上げましたような、そのいわゆる教義の立憲主義ですね、自由で民主的な政治体制という普遍的な価値を、まあ、アメリカと共に守り続けることができるかどうかと。ということがやはりとてもとても肝心なことではないかと、というふうに私は考えております。で、まあ、そうだといたしますと、ちょっとその
日本自体もナショナリズムという特殊主義に向かって舵を切るというのは、これはあんまり好ましいことといいますか、党を得たことでもございませんし、日本の中長期的な利益にもならないのではないだろうか、アメリカとの信頼関係も損なうことになるように、思います。もちろんここは逆の方向でもう きっぱり腹を決める、もうナショナリズムより突き進むと、ということも考えられないではありませんけど、仮にそのナショナリズムで突き進むのであれば、これまた何のための集団的自衛権なのかと、ということになりそうであります。で最後に書いてあります、ポスト近代国会って、ね、これは私はこのロバート・クーパーさんっていうイギリスの外交官の人の議論を受け売りして、最近いろんなところで言ってることをなんですけれども、これも中期とは言えません、おそらく非常に長期に考えれば、中国もいずれはリベラルデモクラシーになるだろうというふうに、中国の指導的な人々の中にも考える人が、だんだん数が増えてきているということは、これは皆さんもご存知の通りだろうと思いますが、そうなってしまえば、もうそんなに日本の安全保障というのは、非常に緊急の問題だということにはおそらくならないだろうと、という話でございまして、現在のヨーロッパ、少なくとも EU 諸国がそうであるように、別に国境を軍隊使って相互に守るなんていうことを考える必要はないと、相互に監視をすると、相互に透明性を図ると、そして、場合によっては相互に干渉、内政にまで干渉し合うと、という形で、もう国境の意味も主権の意味もだんだん低下をしていくという、そういう国家へと変貌を遂げていくんだろうと思います。これは私が生きている間にそうなるかどうかっていう、その程度遠い将来の話である可能性がありますけれども、そうなってまいりますと、もうそれこそ集団的自衛権なんて話にもおそらくなってこない可能性もございまして、その方向、その未来に向かって、中期的な経路をいかに描いていくのかということが、これが肝心なことではないで、はないでしょうかというのは、私から の最後に申し上げることでございます。大変取り留めのない話でご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。時間がまだありますので、質疑に当てたいと思います。私の方から2点ばかり、一つはですね、このシリーズでも国際政治学者の方、それから法制局の OB の方、いろんな方にお話を伺っているんですけれども、ともすると国際政治学者の方は憲法学者、それから法制局の人はもうちょっと安全保障を勉強してほしいというようなことを言われますし、憲法学法制局の方はいくらなんでも今の解釈変更は法律解釈からして、今まで積み上げられてきた解釈から言って無理があるだろうというような議論があって、お互い言いたいことは分かるんですが、今日は長谷部先生、どちらか国際政治にも踏み込んだ話もされていただいたんですが、学問の世界でですね、そのような憲法学、法律学、国際法と国際政治安全保障のようなものの、もう少しその共同作業といいますかですね、その融合したような協力するようなありようっていうのは考えられないものなんでしょうかというのが一点です。はい、それもうお話しした。はい、どうもありがとうございました。国際政治なし安全保障の問題と、少なくとも憲法学というのは、私、非常に密接な関係があると、考えておりまして、というのは、少なくとも典型的、標準的な戦争というのは、国家と国家が戦うもの。であります。
で、国家と国家が一体何のために戦うのか、いろいろな戦争の原因ってのはあるんですけれども、少なくとも非常に長期にわたる大規模な戦争の原因になっているのは、実は憲法の違い、憲法原理の違いだと、というふうに言われております。これは古くはジャン・ジャク・ルソーが言っていることでございますし、最近でフィリップ・バビットさんっていうコロンビア大学の、ロースクールの教授で、この人は憲法学と国際政治と国際戦略論をみんなやるという人なんですが、その人もよく強調する話なんですが、これは私のレジュメの中でも7番目の括弧の3というところで、安全保障といったのは何のために何を武力であるいは実力を持って守っているのかっていう、突き詰めて言うとこれは憲法を守っているんだろうと、というふうに思います。というのはこれは ルソーが言っている話なんですが、国民人の命や財産も持っているんじゃないのかと、という話なんです。人の命や財産を守ることがそんなに重要なんだったら、相手が言う通りに憲法を変えれば相手はもう攻撃してくるのをやめますよって言ってるんですね。つまり相手が攻撃をしているのは我々の憲法原理であるので、それを分かりました、あなたの言う通りに憲法原理変えますといえば相手は戦争するのをやめてくれると、ということでございまして、これは最近の例です。日本の場合ですと第二次大戦で、ポツダム宣言を、受諾をして分かりました、自由で民主的な国家になります と、ということで、戦争は終わったわけですし、それからも冷戦というものが終わりました。最近またなんか冷戦をまた再発しているとかって言われています。1990年代初めの段階で冷戦一応終わりましたというの、これも当時のソ連を含めた東ヨーロッパ諸国が分かりました、西側と同じ議会制民主主義諸国になりますと、自分たちの憲法原理を変えるというふうに言ったので冷戦も終わったと、ということが、できるだろうと、思いますので、そういう意味で憲法と国際政治ないし安全保障というのはとてもとても密接な、関連があるというふうに私は思います。ております。ですから素人のくせに何を言うのかという言われるだろうとは思うんですけど、いろいろそういうことも勉強していると、ということでした。すいません、それで私報告の中から一点ご説明するのを忘れてたことに気がついたんですが、レジュメで申しますと、この集団的自衛権と4番目の括弧の2の、中にその条件の議論の一つですね、国会の承認、集団的自衛権の行使について国会の承認を要求するということで、これで実効的な抑止になるという話がされることがございます。で、私はこれはかなり悲観的でございまして、というのがこれちょっとそれで先ほど英文のプリントのお話をしたんですが、これ誠に申し訳ないことに私が書いたものでして、どこから取ってきたかというと、レジュメにあります通り、オックスフォード・ハンドブック・オブ・コンパラティブ・コンスティテューショナル・ローって、これオックスフォード、なんて訳すんですかね、比較憲法大観とでも訳す。だろうと思いますが、ウォーパワーズというのは戦争権、日本語にあえて訳すとすると戦争権限だと思います。各国の憲法で自分の自国の軍隊をどういう場合にどういう条件の下でなら、動かせるのか、特に海外に派兵をできるのかと、ということについては各国ごとの憲法についていろいろな規定
があり、いろいろな法原則があり、判例が出ている、非常に多く、ドイツのようにとても多く判例が出ている国も、ございます。でもそれがウォーパワーズというもの、問題群なんですけれども、それの中で扱っている、これは なぜか私がこの戦争権限のところを書いて、日本人の憲法学者に戦争権限についての項目を任せるというものは随分気の利いた話だなと私は思ったんですけど、ウォーパワーズというのは、これは何の話をしているのかという申しますと、これアメリカの法律でございまして、とにかくベトナム戦争に懲りた連邦議会がですね、政府に勝手にあまり軍隊を海外に派遣しないようにということで歯止めをかけようと、ということで、このウォーパワーズレゾリューション、これ戦争権限法というふうに訳されることが多いだろうと思いますけれども、とにかく議会の承認を取れと、でということで、また議会の承認なしに派兵をした時には、ちゃんとですね、そこは60日という限定をつけておりますけれども、ちゃんと期限をつけてですね、後で議会が引き上げろって言われ、言ったらちゃんと引き上げるんだということを言っている、そういう法律なんですが、結局のところこの戦争権限法というのはうまく機能していない、行政権による海外派兵をちゃんと抑制しているかと、抑制できてないというのは、これ一般的な見方です。これは私がそう言っているというのではなくて、これは誰が見ても大体そういうことが書いてある、そういうことが分かるっていうため の専門家向けの、辞典のようなものです。大体そういう通説、それが通説ですという、そういう話なんですが、と申しますのも、要するにこれことが急用しますので、ね、大体議会の承認なんか事前に求めないですね、大変だって言ってまず軍隊を送るわけでして、で軍隊を送ってしまうと、送った後で議会がですね、後になってそれ引き上げろとかですね、追加の人員とか送らないとか、兵站も切りますとかっていうようなこと、決定を本国の議会をするって非常に難しい話でございますので、結局のところは議会 の承認をかませることで、そういう、軍事力の行使を抑制しようと思ってもなかなかうまくいかないんですという話なんですけど、この戦争権限の問題というのは日本の憲法学者はあまり議論しないんですが、少なくとも比較憲法の世界で海外の憲法学者はよく議論をしている話でございますので、憲法学者たるもの、軍事のことは全く勉強しないとかですね、たるいはその安全保障には全く無関心であるというのは、そういう方々もいないことはないと思いますけれども、必ずしも全ての憲法学者がそうだというわけでもないのではないか、果たしてお答えになっているかどうかよく分かりませんが。ありがとうございました。今ちょっとそのアカデミックな話とは別に、やや下世話な話ですが、この集団的自衛権の解釈変更問題がこれから政治の舞台でいろんな議論をされてまいります。その中では、場合によってはですね、そのフルサイズといいますか、フルバージョンのその憲法を集団的自衛権の行使容認ということよりも、例えば 100点のうち20点ぐらいの、原則的には禁止、許されないけれども、例外として、例えば最近よく言われているその日本、放置すれば日本の安全に重大な
危険が及ぶ可能性がある場合とかですね、そういうことでそのちょっと 風穴を開けていこうというのはよくあの政治の世界で取りうる手法なんですけども、まあ、それはあの要するに集団的自衛権の行使が許されるか許されないかというのは要するに質的な問題なのか量的な問題なのかとも絡むんでしょうが、そういうそのやり方あの可能性ということについてはいかが考えていらっしゃいますか。はい、少なくとも従来 の内閣法制局の見解というのはこれ質的な違いであると、自国が直接攻撃されていない他国を守る、それは9条の存在を考えたときに、まあ、認められる余地はないという話であったかと思うんですが、他方でフルバージョンではなくてレストリクティッドバージョンですか、限定的な形でという話は先ほど私が申し上げたこととの関連で申しますと、それは憲法に基づいてそういう限定がつくという議論には私はなりにくいだろうと思っております。と申しますのも、ちょっと繰り返し的になってしまいますけれども、従来この集団的自衛権行使を容認するべきであるとおっしゃられる方々の議論というのは、国際法で認められているものは何で憲法に限定するんだと、という話だったはずでありまして、ですから、そういう意味で申しますと国際法上当然についている限定というのはあります。これはニカラグア事件 の国際司法裁判所が言っていることでもございます。とにかくそのビクティムステートからの援助要請がないと、そもそも政党集団的自衛権の行使は政党ができないとかですね、行使の対応自体もその必要性と均衡性というのをそういう条件を守ってなくてはいけない。でこれは国際法上当然ついてくる限定で、これこういう限定があるというのはこれはとてもよくわかりますし、そういう限定も取りますって言ったらそれ国際法違反になってしまいますから、アメリカのような大国と違いますので、そういう国際法違反のこと日本がやると大変なことになると思いますけれども、それ以上ですね、今星さんがおっしゃったようないろいろな条件をつけるとといたしましても、それは憲法上の条件だというふうに言いにくいはずですね。なんで国際法上認められる当然認められているはずのものを日本の憲法で限定するのかと、という話に逆戻りをしてしまいますので、それがおかしくないというのであれば集団的自衛権は認めませんということがなんでおかしいのかということに、まあ、ないそうです。ですからそういう限定というのは多分憲法上の要請としての限定ではない、単なる政策上の限定であると、という、まあ、そういうふうに言わざるを得ないのではないか。政策上の限定であるということであればその時々の政権の判断でいかようにもできそうに思えますので、それで果たして納得する方々がどれほどいらっしゃるかなって、そういう問題が出てきそうな気がいたしますけど。はい、よくわかりました。それではフロアからの質問を受けたいと思います。所属とお名前を名乗って、手短にどうぞ。まあその方、はいどうぞ。はいどうぞ、そのマイク。どうも、読売新聞の文化部の編集員をやっております、書いております。どうもありがとうございます。ですね、まず、内閣法制長官の、まあ、解釈の中立性の件なんですけれども、例えば司法権の場合には、裁判官も民主的な統制を受けますよね。そういう意味では、いわゆる憲法の公権的解釈をする法制局長官に対して、例えば最高裁の場合でも司法権の独立があるとしたとしても、まあ、リコールのような民主的統制があって、強権が与えられていると思うんですけど、じゃあ今回の内閣法制長官の中立性っていうものである程度権限が認められるっていうのは、それは憲法的な背景があるのか、それとも法慣習的なものなのか、それをどうお考えになるのかということが1点お伺いしたい。それからもう1点が、憲法の解釈変更では1946年に吉田内閣時代は自衛権は、憲法には含まれてないっていう解釈が
その後の朝鮮動乱の中で変わっていって、まあ、今は自衛権があるというのは一般的な解釈になっていますが、その辺の過去の過程の解釈変更というものを踏まえた中で、例えばその自衛権というのが解釈で含まれるとした場合に、例えばその手段的自衛権は、例えば条文だけ見た場合に拡大解釈の余地はないのか、それともそれは類推解釈までいっちゃうからダメなのか、文言だけ見た場合に拡大解釈の余地はないのかっていう。から最後にもう一点は、今日は主に抗議 の立憲主義の話中心にされてますが、かつて長谷部先生は協議の立憲主義の立場で、まあ、いわゆる憲法9条の解釈で絶対的な平和主義っていうのは多様性を認めないのでいろいろ問題があるっていう、まあ、非常に興味深いお考えを示されておりますが、例えば今回の手段的自衛権というのを協議の立憲主義という立場からご考えになるときにどのようにお考えになっているのかを教えていただければと思いました。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。最初 の内閣法制局の、ステータスの話です。こういう内閣法制局のように言ってみれば、その政府がある政策を取ることが憲法の範囲内なのか範囲外なのかと、ということを判断する、役割を担っている機関といういろいろな国にございます。フランスの場合で申し上げると立法権に関する限りは憲法院がありますけれども、行政権の行使一般についてはコンセイユデータと、という機関があって、まあ、そこが憲法上こんなことできるのかできないのかと、ということについてもアドバイスを、することになっておりますし、イギリスの場合は憲法ございませんけれども、少なくとも憲法はなくてもこれはやはり超えてはならないノリとしての基本的法原則は何なのかとか、あるいはそれこそ国際法のノリを超えてはいないのかということをアドバイスする、アトーニージェネラルをはじめとするそういう、いわゆるローオフィサーズと言われる人たちがいます。アメリカの場合政府関係でそういう 法的な助言をする部署いくつかあるんですけど、一番著名なのは司法省の下でのオフィスオブリーガルカウンセルという、法律助言局とか法律顧問局とかって訳すだろうと思うんですが、そういうところがございまして、まあ、これはなぜそういう人たちがそういう役割ができるかといいますと、それは民主的に統制をされてるかされてないかというよりは、そういう人たちが法律家としてのメチエに基づいて、つまりプロフェッショナルです。倫理に基づいて、要するにクライアントである政府に対してどう、これ適切な助言をするというそういうことをしてるからだというふうに言うことができるだろうと思います。まあもっと卑近な例にしてしまいますと、まあ、要するに、会社の社長、企業にやはり顧問弁護士というのもいると思うんですけれども、顧問弁護士が、もちろん会社からお金もらってるんでしょうけれども、顧問料をもらいながら、でもまあ法律的な助言をすると、という時にはそれは企業としてこういうことをやりたいから合法だと言ってくださいっていう、それで何のための顧問弁護士かということになりますので、それはやはりその弁護士として、客観的かつ企業が何をやりたいのかということと一緒独立に助言をするということであろうかと思います。まあ、それがそういう役割を果たしうることの第一 の要因だろうと、考えております。それからの2番目 の点ですが、吉田首相が自衛のための戦争は認められないと、というこれは政権議会で言っていたこともありますし、その後憲法ができた後でそういうことを言っていたこともあります。まあ、政権議会で言っていることというのは、これはここで言うところ の有権解釈と違うものですので、政権議会で 誰かが何を言っているかというのは、後で解釈をするとき、一つの参考資料にはなる
とは思いますが、それ自体が何かオーソリティを持っているわけではないと思います。政権議会の、算出物としてオーソリティを持っているのは最後に出てきたテクストだけ、でそれが政権議会の意思だと思いますので、それただそれとは別に憲法施行後にも、自衛のための戦争は、できないはずだと、というふうに言っていたことは確かですが、自衛のための戦争というのと自衛権の行使というのは普通は違うものですね。自衛権の行使というのは旧約不正の侵害があったときに他に必要な措置がないと、という条件のもとで、対応としても均衡の取れた、そういった実力の行使をするというのが自衛権の行使でありますけれども、通常自衛のために戦争しますっても戦争というのはこれそういう自衛権行使に関する縛りはないものとして想定されているのが普通だろうと思います。少なくとも術語としての戦争です。戦争というのは一般用語としても戦争というふうに言いますし、とにかく軍事力の行使はみんな戦争だという言い方もありますし、それにかつその、日本人によくある考え方としても、とにかく 軍事衝突が始まったら何でもありだという、そういう受け止め方というのもよくあるだろうと思いますが、少なくとも自衛のための戦争というのと自衛権の行使というのを分けて考えた方がいいと思いますので、で従いまして吉田首相がその当時に言っていたことからして、自衛権行使に関しての何らかの、結論というのをそこから本当に引き出せるかどうかと、ということは私はもう少し慎重に考えた方がよろしいのではないかなと、思っております。それから、絶対的平和主義の論点を、さすが鵜飼さんで、とても、ニッチな議論をご紹介をいただきましたけれども、私ご紹介いただきました通り、この多様な価値観の世界観の存在を前提にして、その公平な共存を守るというのが現在の日本が取っている、いわゆる狭い意味での立憲主義の立場だと、というふうに考えておりますので、従いまして とにかく何があろうと、とにかく自衛のための、実力を持ってはいけないという非常に極端な考え方は私は取れないと思います。これというのはこの協議の立憲主義に反しますので、でそうなったときに、じゃあお前の考え方とその集団的自衛権との考え関係はどうなるのであるかと、そういうご質問だったと思うんですが、それは本日の話で申しますと、要するに、7のあたりの話 と、関連をしているんだろうと思います。その7でいうと、つまり要するに7の括弧の3ですね、要するに自由で民主的な政治体制というのは言い換えますと、この協議の立憲主義ということになります。でそれを戦後アメリカは、ヨーロッパもそう、ヨーロッパの西半分もずっと第二次大戦後はそうだったんですけど、要するにアメリカの庇護のもとで、この、多様な価値観世界観を前提に公平な共存を図るという、そういう体制を維持してきていたわけです。でそういうことをしたの、それはもちろんアメリカにとってもそれが、アメリカの利益にもなっていたという側面があるから、普遍的な価値だけでアメリカが動いているわけではないと私も思いますけれども、それはアメリカの自国という国の利益にもそれはなっていたはずですね。ですから、それを前提したときに、じゃあ今集団的自衛権行使容認に向けて舵を切るということが、このアメリカのとの、言って上品、とても上品な言い方をすると共同プロジェクトということになりますけどその共同プロジェクトを続けることにプラスになるのかマイナスになるのかっていう、そういう話なんだろうと思います。私自身は
まあ、これ9条に関してこの集団的自衛権を否定してきたというのは日本の憲法原理の根幹に関わる部分の問題だと思いますので、それをある一定時点の政府の判断に変えられるんですというふうに言うこと自体はこの協議の立憲主義を守り続けていく上でプラスには決してならないだろうと、いうふうに考えます。これは レジュメの5で言っていることになりますけれども、少なくともこういう軍事的な問題でありますとか特にそう国家の存立の根幹に関わるような問題について日本の司法裁判所というのは あまり口を出そうとしないものですので、でまあ、そうなってまいりますとこの内閣法制局という政府の法律顧問のいう重みというものが非常に大きくなってきますので、それをどれだけ尊重するのかというところが、これまた協議の立憲主義の維持にとって大きな意味を持ってくると、そういうことではないかなと思っております。はい、他にいかがでしょうか。すまってね、どうぞ一番向かう方。はい、共同通信の石井と申します。今日は貴重なお話ありがとうございました。先生の緻密なお話に比べて非常に大雑把な話なんですが、今安倍政権がやろうとしている特定秘密保護法は成立しましたけれども、集団的自衛権行使容認、それから武器輸出三原則の撤廃などは、大きな流れとしてはいつでも戦争ができる国家を目指しているような気がしてなりません。でそこで先生何度も聞かれていると思うんですが、先生が、憲法学者として特定秘密保護法の時に賛成の立場で発言されていたと。でそれは先生が先ほどからおっしゃられている憲法体制を守るという意味で必要だというふうにおっしゃられましたが、その大きな流れから見ると先生のご発言が非常に残念でならないんですが、その点もう一度お聞かせください。はい、どうもありがとうございます。とても残念な思いをさせてしまったので誠に申し訳ないんですけども、いつでも戦争ができる国家というふうにおっしゃってますよ。 まさか安倍晋三首相もそうだと思うんですが、内閣のメンバーの方々も支えておられる自民党や公明党の方々もいつでも戦争ができる国にしたいというふうに少なくとも思ってだっておっしゃらないはずですし、本気でそう思ってるんですかと、ということになると多分本気では思っておられないだろうと思うんですね。で、もしこういう、いろいろな方策を取ることが戦争しないで済むことにつながるんだと、というふうにお考えだから、そういう いろいろなことをやっておられるのではないかなと思います。 まあ、ですからそれが本当にそうなのかどうかについてはもちろんいろいろ見解が異なるわけですし、戦争できる国に しようとしてるんじゃないのかと、お考えの方がいらっしゃるというのはそういらっしゃるんだろうとは思いますが、それは現政権の主観的な人とは多分違っているだろうと、ということが一つと、それから特定秘密保護法に関して申しますと、いろいろ問題がないわけではない法、まあ、もう法律になってしまっていますけれども、法律であるということは、それは私もそうなんだろうとは思います。でただそもそもこんなものがあること自体が許せないと、という立場を私が取るのかといえば、それは私はそうではないと、ということでございまして、やはり国として特別な保護に値する秘密というのが全くないのか、国一般です、あらゆる国家にないのかといえば、それはきっとそんなことはないということでしょうし、日本という国家に関しては少なくともそんな秘密はないのだと、という議論が成り立つのかというと、私もそれはなかなか難しいだろうと思って
ております。で、その特定秘密というものを指定する、やり方でありますとか、長期刑が長すぎるという、いろいろなご批判があると、ということも、それはもちろん承知をしておりますし、そういう批判はありうるだろうとは思いますけれども、そもそもこんな法制があること自体とてもおかしいと、というふうには私は思っておりません。で、というのも他のいわゆるその協議の立憲主義体制を取っている標準的な真っ当なリベラルデモクラシーの国家にもある法制でございますので、ですから、欠陥がいろいろあると、というお考えだということであれば、それは欠陥を指摘されて、もっと良い制度に直していくと、ということもありうるでしょうし、あるいはその制度だけでは何ともならない、制度で何とかしようと思っても、どうにもならないところもあるということでありましたら、その制度をどう運用していくのかと、コンベンションというんですか、あと慣習なり、人々の態度の形成というものに努めるということもありだろうと思います。ただこういう法制自体がけしからんので、お前はそれを手助けしたのはけしからんと言われましても、それはちょっと何ともお答えのしようがないということで、すいません、こんな答えしかできませんけれども。はい、どうぞ。後ろの方。個人会員の岡村と申します。もう憲法について全くきちんとして勉強しておりません。雑学しか知らない人間の、いい加減な質問で申し訳ないんですけど、今日の先生のお話、大変興味深く伺いました。で、先生、今日一番最初の方で、憲法は立憲主義の2つの意味ということで、2つの考え方を挙げられて、私は特に、その協議と、一応ここで先生はおっしゃいますが、2番目に書かれた、多様な価値観、世界観の存在に関することと、それから、最後の方で、リベラルデモクラシーのことを7番の目のことに関連してお話になった。で、そこで私思い出しましたのは、1ヶ月ほど前の朝日だったかと思いますが、日本国憲法はアメリカの贈り物で、日本の憲法原理はアメリカのそれと等しいんだということをお書きになったことがあって、それはもう非常に私、個人的なその、経験の中で感じることがたくさんあったんですが、どうもこの日本における現在の、その集団的自衛権の話、知る権利なんかのこともそうなんですが、憲法原理、憲法のそもそもの理念のことを横へ置きすぎているんではないか、政策論の方にそれを、末端の議論と言ってはいけないかもしれませんけれども、その辺はどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。なるほど。どうもありがとうございました。とても深遠なご質問で、なんかちょっと十分にお答えできるかどうか分からないんですが、憲法原理というのは先ほどちょっと触れましたけれども、国家の生き死にに関わることでございますので、とても大事にしなくてはいけないことであろうと私は考えております。で、ですからそれを単なる政策論と混同するわけにはいかないと、つまり日々 日常的な政治というのは、それはいろいろな集団な、これはマスメディアも含めてだと思います、いろいろな利益集団なり、いろいろな選挙母体とかですね、あるいはその、お金を出してくれる谷町とかですね、いろいろな方々のいろいろな方面からの利益を調整していく、
日々調整をしていくというそういう営みで、それはそれで とてもとても重要で、それなしでは政治は成り立たないものですけれども、ただそういう いろいろな主事の、利害の調整のプロセスというものとは一応別に、そうそう簡単には変えてはいけない憲法原理というのがあるんですと、ということで、憲法というのは一応あるということだと思います。ですから憲法というのは変えにくくなっている、その時々の政権 のこっちの方がひょっとするといいんじゃないのか、よりましではないのかというようなその、判断では変えないと、ということになっているものでございますので、そういう意味で全くおっしゃる通りで、憲法原理と政策的な判断、やはりちゃんと区別をすると、とても重要なことであろうかと思いますし、それからこういう軍事の問題については憲法原理なんてのは本来ないはずなんだというような議論をされる方もいらっしゃいますけれども、それも私はそうではないと思ってまして、私が書いてこれ英語なんでこれをお読みくださいなんてちょっと申し訳ないんですけど、各国それぞれございます。憲法にも規定があり、それぞれの国でいろいろな学者がいろいろ解釈論を展開し、こういう場合でなければ、軍は動かせないはずだというさまざまな憲法原理についての議論がございますので、軍の問題になる、あるいは軍事的な紛争の問題になった以上は、もう憲法は引っ込んでなさいというふうには少なくとも国際的なレベルでの、憲法の学会は考えてないと思います。ですから、日本 の 憲法の学会も、多分そうなんだろう、いろいろ特殊な点はございますけれども、少なくとも憲法学者は軍のことは議論しないというわけではないものだろうというふうに考えております。はい、ちょっと待ってください、時間が少しずつ押してきますので短くお願いします、笹島。はい、読売新聞の笹島と申します。長谷部先生は10年前にちょうど10年前にですね、著作を新たに出され、その時に出されまして、立憲主義の立場から、平和主義を読み解くという非常に注目すべき、論考を出されたと思います。その論考は、放送界あるいは政界にまでですね影響を及ぼして、大変注目を集めたのではないかというふうに見ております。ところがですね、先生もその5本の中の後書きの中でご懸念なさった通りですね、民主党がですねここ1年ほど国会の中においてですね安倍政権の行動について、さまざまな行動についてですね立憲主義に反するという言い方でですね政府を追及する動きを取っております。特に民主党の執行部ですね。先生もご懸念された通り、そうした人たち、民主党の人たちは自らの憲法観を明らかにしないまま、とりあえず立憲主義に反するという形でも言うと、それは実は何も自分の憲法観を明らかにしないまま、政府を批判しているというポーズを取ることができるという非常にご都合主義に見えてしまうんですけども、こういう政界の現状について先生はどうご覧になっておられるか。そしてまた野党の議員の中にはですね、先生のご本を読んだんでしょうか、立憲主義イコール護憲だという形でですね、有権者に誤解を与えるような表現をする野党議員が見られます。こうした動きについて、この立憲主義の複雑なおかつ多義的な議論を踏まえた上での議論じゃないと出てこないはずのことがですね、野党議員からそういうふうに扱われているという点について、先生はどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
どうもありがとうございます。申し訳ありませんけど、ちょっと国会議員の先生方がどういう話をしておられるのかっていう、ちょっと実際に存じ上げない、ことがございまして、ただ、立憲主義という言葉自体は別に私の発明物ではございませんので、いろいろな方がいろいろな風な意味でいろんな文脈でお使いになると。ということはあるんだろうと思いますが、ただご指摘の通り、どういう意味で使っているのかと、ということは、もちろん明らかにするべきものだろうと思いますし、それから護憲というのもいろんな意味で使われるんですけれども、護憲、とにかく護憲とはとにかくその憲法の、テクストを一字一句変えさせないというのがもし護憲だとすると、すみません、私はそういう意味では護憲論者ではございませんし、もちろん必要な時には変えるべきところはあると、というふうに考えておりますので、そこも ご指摘のとおり、やはりどういう意味なのかというのはちゃんとした方が良いと、おっしゃる通りだと思います。時間が押してきましたので、2人質問を受けて一括して答えます。田村さんからどうぞ。集団的自衛権がダメだっていう人は、憲法を変えるのが先だと、それだったら別に構わないっていうのはこんな感じかと思うんですが、それで日本の憲法をものすごい変えるのがとってもハードルが高い。アメリカだとかドイツはしょっちゅう憲法を部分的に変えたりしてる。それで日本ではだから護憲とか憲法改正だとかって大衆運動も2つあったりしてますが、イギリスには書いた憲法がない。イギリスでは何かあった時憲法でどうとかっていうのか、そういう時はどうやってやるんでしょうか。書いた憲法がない。なるほど。じゃあ倉重さんどうぞ。毎日の倉重です。簡潔に2点お聞きしたいんですけどね。先生がこれレジュメに書かれた 4番目の砂川判決ですね。これがやはりその何て言うんですか、集団的自衛権がここに認めることができるという根拠とされて、今多分いろいろ懸念されると思うんですけどね。これ今先生がお読みになったようにですね、これ全体読むとね、これ日米安保が合憲であることを最終的に言う判決であってですね、その過程で自衛権について説明しているだけだってね、必ずしもその集団的自衛権まで読むような内容にはとても見えないんですが、ただしこれが重要な論拠になって今懸念されているということはですね、どういうその何て言いますか、分析をしたらよろしいんでしょうかということなんですね。要するに学会的に学者の世界でもね、僕らもいきなりこれが出てきたような印象があるんだけども、昔からある議論なのかね、それともそうでないのか。だから最高裁がね、最終的なその憲法解釈権を持っているということから出てきたものであって、他にないからこれを持ってきたのか、それも含めてちょっと教えていただきたいのと、それから先生がこの新聞で書かれたですね、ポイントの3点目でですね、憲法9条がポストモダン国家にとり標準形なんだということですが、これいつ標準形に今すでになっているのかですね、将来的にどういうなれば標準形になるのかですね、その辺の見通しも教えてください。はい。どうもありがとうございました。第1点 のご質問なんですが、日本の憲法とアメリカの憲法を変えにくいのはどちらかっていうのはそうそう簡単に言えないと、多分アメリカの憲法の方が変えにくいというふうに考える方の方がおそらく多いだろうと思います。でただご指摘の通り、アメリカの憲法は日本よりも日本も全然変わってないわけですから、アメリカの憲法の場合戦後も、しばしば変わっておりますけれども、それは要するにその気になれば必要なことであれば
どれほど条件がきつくても変えようと思えば変えられるってことなんだろうと思うんですね。まあ、ですから日本の場合なぜ変わってないのかというと、むしろ日本の憲法って そんなにアメリカほど事細かにいろんなことを決めてないもんですから、大体のことは解釈運用でなんとかなっているという、そういう側面もやはりあるんだろうと思います。それでイギリスの場合、ご指摘の通り南西憲法なんですけれども、ただ憲法典がないというだけでございまして、憲法原則としてこういうものがいろいろあるということは、これはそうそう簡単には変わらないんです。変わらないのはなぜなのかというと、こうちょっとシニカルな言い方になりますけれども、法律学というのは所詮はやっぱり専門家でないとよくわからないというものでございまして、専門家集団、イギリスの専門家集団というのは日本 の法律家集団に比べて ずいぶん数が少ないです。でしかもその中で指導的な役割を演ずる人たちというのは、これまたさらに数が少ない。ですがその人たちのコミュニティの中のコンセンサスが壊れないというか動かない限りは、イギリスの憲法原則は変わらないと、今そういうものだろうと思います。ですが変わるときは変わるわけですね。サッチャー政権の時には結構変わったというふうに言われることがありますけれども、それもですからそういう法律家のコミュニティに着目してものを考えていくということなのではないかと思います。それから砂川判決、砂川判決で集団的自衛権を基礎づけることができるという話を、私は少なくとも学者といってもいろんな学者がいらっしゃるんです、なんですけど、私が存じ上げているような学者の方でそういう議論を知っている人は、私は株にして私の勉強不足のせいだと思いますが、いないですね。全くなかなか理解することが難しい議論であるというふうに私は考えております。それからポストモダン国家になるのはいつなのか、日本の場合はこれは結局は中国がどうなるか依存している話だと思います。中国もリベラルデモクラシーになると、日本と同じように普遍的な価値を共有する国になれば、日本もやっとポストモダン国家になる。ロバート・クーパーさんはヨーロッパの次は日本だって言ったんですけど、なぜ日本がそうならないかといえば、お隣にいる国のおかげであるというのがクーパーさんの指摘でして、私もそうなんじゃないかなと思っております。時間を5分ほども過ぎてしまいました。今日は非常に中身の濃い話を伺うことができたと思います。なんか普段使ってない頭をちょっと使ったような気がしますので、どうも長時間ありがとうございました。